はい、どうも皆さん、こんにちは。ウルキヌスです。今日は、ミュウツーの逆襲イボリューションの、感想を喋っていきたいと思います。見どころ、感想、前半はネタバレなしということで、やっていきます。よろしくお願いします。見どころ、まあ1個目は、まあ98年のミュウツーの逆襲のリメイク版ということで、まあストーリーがほぼ変わらず、まあ、リメイクされているという内容になっています。2個目がフル CG アニメーション、まあ、初めての CG での制作にまあなりましたね。で、3つ目がその CG 生かした綺麗なグラフィックと、まあ、リメイクに関してはまあそのまま98年版を見たことある人はまああのままの内容をまあ CG でやっているっていう感じになってますね。で、フル CG はまあ、まあ、日本だと CG の作品ってなんかあんま受け入れられてないというか、あんまり放送されてないので、まあ、今回 CG アニメーションでまあ制作していただいたっていうのは、まあ、個人的には嬉しかったし、まあ、あんまり一般的ではない中で作っていただいたっていうのは、まあ、嬉しいし、まあ、尊敬しますね。ありがとうございますと、言いたいですね。まあ、3つ目の、まあ、綺麗なグラフィックについては、まあ、CG を活かした表現っていうか、まあ、CG でできることをやってて、自然、森の映像とか、出てくる館とか、まあ、そういうところのグラフィックの綺麗さと、あと、ポケモンのだと、ギャロップの炎がすんごい綺麗で、ああ、綺麗だなーって、ちょっと認めてしまったという感じですね。では、次行きます。で、まあ、注意点っていうほどではないんですけど、まあ、ただの CG 作品になってしまっているんではないかっていう意見がちらほら、まあ、ツイッターとかでありました。まあ、確かに内容を全部見終わって、まあ、スクリーンから出て、どうだったかなと思い返してみると、まあ、確かに、98年版のやつをただ CG で作り直したって、まあ、言われても、まあ、仕方がない感じでは、まあ、あったんですけど、まあ、98年版を見た人には、まあ、まあ、焼き直しなのかなとか思われても仕方はないような感じなんですけど、でもまあ、見たことある人にとっては、まあ、あの頃、まあ、見た人が当時何歳だったのか、10歳とか、あるいはもう20歳で、今回の映画は子供と来ましたっていう、まあ、人もいるかも、まあ、いると思うんですけど、まあ、子供の頃の、初めてのポケモン映画を、まあ、味わった、驚きとか感動とか、そういうのをもう一回また再び味わえるという点で、まあ、素晴らしい映画になっていると思います。まあ、二つ目は、まあ、CG になれるのかっていうところで、慣れてない人には、その CG での、なんか、作りにちょっと手こずるかなと、見るのが、ちょっとしんどくなっちゃうかなっていうところがあるかもしれないです。まあ、2D の、作品、アニメと、まあ、CG っていうのは、まあ、やれることもちょっと変わってくるし、まあ、表現とか演出でもちょっと違いがあったりするんで、まあ、僕は、まあ、CG 作品は、スター・ウォーズ・クローン・ウォーズとか、スター・ウォーズの 3DCG アニメが大好きで、まあ、ファンなんで、まあ、慣れてはいるんですけど、それでもなんか、顔がアップになるシーンとか見たときに、あ、なんか、まあ、CG だなっていう感じがして、まあ、CG だとこうなるよねみたいな感じで、まあ、普段 2D しか見てない人だと、なんかちょっと違和感を感じるというか、なんか不気味の谷ほどではないんですけれども、まあ、ちょっとなんか違和感を感じちゃうかなとか、あと毛並みの表現、髪の毛とかも、なんか、スプレー使って固めたんですかみたいな、そんな感じになってるんで、そこはまあ、
CG 全体の課題ではあるんですけれども、ちょっと慣れてないときついのかなみたいな、そういうところもあると思います。で、まあ、焼き直しの話はしたからいいかな。で、注意点、まあ、この動画本当は今日のお昼には作りたかったんですけれども、ちょっと用事があって、夜遅くで、まあ、こんな時間に投稿になってしまった。まあ、夜、まあ、2日目の夜のに投稿なんですけれども、まあ、3連休で、まあ、今日1日目で、まあ、終わっちゃったんですけど、初版のパンフレットぜひ買っていただきたいなと思って、初版は他のと何が違うかっていうと、パンフレットがちょっと300円高くて920円なんですけど、ミュウツーのプロモカードがついてるのと、あとペーパークラフトがついてるので、まあ、興味のある人はぜひ早めに見に行って買っていただきたいなと思います。ミュウツーのカード、あ、ミュウの、プロモカードはですね、キラキラしてるんですけど、ポケモン世界の古代文字で書かれていて、何が書いてあるのかわからないっていう、ポケモンカードっぽいんですけど、何が書いてあるかわからない。まあ、ちょっといにしえっぽい感じになってるカードなんで、欲しい人は早めにぜひ、見に行っていただいて、買っていただければなと。まあ、映画その日見なくてもね、先にパンフレットだけ買うっていうこともね、全然できるし、まあ僕もよくそれやるので、まあ、まずはパンフレットだけ先にっていう人はね、まあ仕事帰りでも学校帰りでも、ぜひ映画館によって買っていただきたいと思います。はい、じゃあ、こっから、ネタバレにちょっとまあ数分だけ喋るので、今日は10分以内に収めたいなと思ってるので、少し喋るので、まだ映画見てない方で、ちょっとネタバレは嫌だなっていう人は、映画館で、まあ、ここで、終わりとなります。で、まあ、引き続き見ていただける方は、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、じゃあ、後半戦入っていきたいと思います。はい、スライド、次行きまーす。はい、ネタバレ感想。はい、1個目、出落ちのさっき。僕は98年版は、キッズステーションの再放送で子供の頃1回見ただけなんで、まあ、内容ははっきり言って全くほとんど覚えてないんですけれども、まあ、榊ってこのシーンだけだったっけみたいな。ミュウツー、お前の力を制御してやるからのすぐにも、お前は、逆らうのかって言って、研究所吹っ飛ばされて、それ以降出てこないんで、あれ、榊こんなもんかっていうので、ちょっとまあ、笑ってしまったっていうところがな、まあ、なんか印象に、序盤では印象に残ってますね。CG 表現ではまあ、そうですね、まあさっき言った通り、毛並みのところがまあ、CG 全体の課題になってると思うし、まあ、なんかちょっと、リアルに近づけたかったのか、まあ、ちょっと細かくやりたかったのかはわからないですけれども、まあ、ちょっと細かくやりすぎたかな、みたいな、そういうようなところは、毛並みとか髪の毛の表現、ふさふさ感ですね。そういうところはちょっと細かすぎたんじゃないかな、もうちょっと、なんか大雑把にやっててもよかったんじゃないかなと、ちょっとこだわりすぎたかな、みたいな、そういう印象を受けましたね。次、コダックのマイペースさ。ポケモン、本物のポケモンとコピーポケモンがまあ、戦うシーンで、まあ、ギャラドスとか、まあ、ピカチュウたちがまあ、戦ってる中で、コダックが叩いては頭をひねり、叩いては頭をひねりっていう、シリアスなシーンでもね、コダックがマイペースにね、まあ、進んでまあ、いたっていうのが、なんか、シリアスシーンの中でもね、ちょっと笑いがあって、よかったなーって思いましたね。あと、ここに書いてないんですけど、ニャースのコピーも、まあ、可愛かったですね。最後に、まあ、戦わない、本物のニャース、ロケット団のニャースとは戦わないで、まあ、月が見えたら満月だったんだろう、ニャーとか、まあ、風流があるニャーって、ニャースに言われてましたけど、あれもなんか、
まあ、シリアスなシーンの中でもちょっと、まあ、和むというか、まあ、そんな感じで印象に残ってていいなって思いましたね。で、まあ、次が、まあ、サトシが石化してポケモンがなくシーン。あそこは、音切ってたじゃないですか。あれが、個人的にはまあ、いいなって思ったんですけど、なんか98年版見た人からすると、なんで音切ったんだ、ポケモン泣くところがいいんじゃないかっていうのが、まあ、意見としてあって、まあ、音ではなく、まあ、映像だけで表現したのも、まあ、演出としてはいいんじゃないかなって個人的には思いました。まあ、この映画は、そうですね、なんか、見たことある人とか、まあ、久しぶりに見てみようかなって思った人には、まあ、すごい感動できる素晴らしい作品になってたと思うし、僕は、キュレム以来の映画だったんですけど、懐かしいなと思って、まあ、かすみとかたけしもいるし、で、まあ、家帰ってきて、寝る前に、YouTube で、ニャースの歌を、聞いて、ボロ泣きして寝るっていう、まあ、あの懐かしさを、まあ、感じて、まあ、次の日を迎えたっていう感じなんでね。まあ、そういう懐かしさを感じる意味でもね、今回の作品はとてもいい出来だったと、思います。というわけで、まあ、簡単ではありますが、感想を喋って、できました。ここまでご視聴いただいた方、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。ありがとうございました。